はい、オイル交換の時間です。オイル交換失敗です。すいません。ああ、すいません。本当にオイル交換は失敗に終わりました。死んでください。はい、皆さんこんにちは、ピカです。ホライゾンゼロドーンやっていくよ。はい、メインクエスト、門前の使者、母の頂きでマレアと話す。安息の地が GO。 私の全てだった。世界は広がったけど、900メートルもあるね。これはちょっと小鉄ちゃんにね乗っていかないといけないね。うん、小さい鉄、鉄と書いて小鉄と名付けます。ああ、すいません、点検です。まあ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 、乗っていきましょう。とっととね、こっちか。オッケー、小鉄。ああ、小鉄は今日も走ります。まあ小鉄早いから、まあ、タイガーみたいやつも乗れるのかね。そこら辺はまだわかんないけど。あの人、こいつ乗らずくじゃない。フォークスが信号を拾ってるみたいな。ちょっと待って。あ、キリンさんがいる。え、なんげーな。で、これと、これね、今あったの。よしよし。まあ、消えてるか、ちょっと心配だったから、まあ、あれはね、ちょっと個人的に言っときますよ。どこだ？こっちか。なんか強そうなの、もう出てきそうだね。まあまあ、本当完全初見だから母の暁。錆びちまう。どこだどこだ。こっちか。ここが義勇団がやられた場所か。400m なんだぞ。ここにもいるな。どうしたんだろう。まあまあまあ、無視です。バールはソナ団長が襲撃者を追っていると言っていた。まあまあ、今やっとね、サブミッションとかやったところがね、これはまあ本当はお伝えもしたいんだが、まあストーリー中心を守っていきましょう、できる限り。まあもしね PS5 とかやる、まあいずれはやりたいが、まあ PS5 とか変えて、そしてホライゾンゼロドーン2とかね、やる機会、まあやりたいけどね。あれなんだ、あいつか、牛か、牛ってなんだ。
夜になっちまったよ。早く行かないと。なんだあれ、なんだあれ、なんだあれ、虫だろ。とりあえずあそこに行こう。なんか不気味な音楽流れてんね。ちょっと待って。ソートゥース。ランスホーン。なんだそれお前。見たことねえぞ。ソートゥース、ハイライト。足跡追跡。あこにウサギちゃんがいる。わからん。ああ、ここか。違うようじゃ。なんだあの、あれソートゥースか。違うよな。ソートゥースだ。なん、ちょっと待って。あいつからちょっと邪魔だから、あいつ。ソートゥースの、ちょっと機械がどこで作られていようとオーバーライドの仕組みに見つかるはず。ここちょっと待って、ソートゥース、お前何匹いるんだこれ。これ隠れてんのかな。隠れてるよな。ここはちょっとソートゥースいきなり2匹はな。あれあれ、ソートゥースじゃねえぞこいつ。ソートゥースが1匹か。よしよしよし、ソートゥースは1匹だ。1匹ならなんとかやれないか。横腹から狙いたいからね。横腹から狙いたいってどういうことじゃ。あいつ上から行けねえか。上から行けんな。致命の一撃をねやりたいんですよ。ならばちょっとうまいこといくかわからんが、こうやってちょっと待ってね。どうかな。ここ誘い出して致命の一撃やった方がいいよね。やべえ弓矢じゃねえし。次狙いましょう。弱点どこや。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。
つ致命できるかな。できるやろ。よし、これで下がれ。そっち通って。通ったの？通ってよ。もらう。気持ちいいのか？いや、ちおい、ちょっと待って、ちょっと待って、あいつ倒れたか？ストライダー、え、ストライダーか。あいつ味方か。見られた。いや、外れてんのか。うっそ。ソートゥース倒して希少価値の高いやつもらえたら嬉しいんだがね。まあ今はまだソートゥースは強敵の部類じゃないでしょうか。いやー、もう回復薬がねえな。まあまあ、さっさと行きましょう。あ、これ100m。やっぱりソートゥースはね、まあこう避けて すぐ攻撃するような相手じゃないよね。たくさん避けて弓矢でやっぱ倒していく敵っぽいよね。だからやっぱり回避距離へ伸ばすスキルはちょっと必要のようじゃ。集めておこう。よし、ここでいいのかな。50m、ここで良さそうじゃ。母の頂きか。まるで軍の施設系が人だらけ。ああ、だいぶやられてる。俺たちも希望は残されているのか。ああ、来たね。あ、マリア、どこだ？お前か。顔を見せてくれない？あ、ゆっくり見てください。見張りから話を聞いた。ここに死者が来るってね。マリアか。メリディアへの道を探している。カージャの首都の？ここから西に行けばいい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい？西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか。多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり？腕がいいんだ。その言葉が顔もね。本当ならいいけど。顔もいいのよ。汚れはどこまで広がってる？谷の入り口で機械を見かけたわ。南にも我が月がいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。我が月に弱点はあるのか？どうも普通の機械より火を嫌うようね。
不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを、神に祈って戦い続けるしかない。ガーシャや他の部族、この場所は聖なる地の境界を守っている。よそ者も来るだろう。ええ、もちろん村の中にはいないけど、谷の先にはいるわ。戦が終わり、彼らも谷に入れるようになった。商売する人も中にはいる。ここはいわゆる中間地点ね。聖地でも外国でもない。狩人の集会所に行ってみるといいわ。粗末な小屋の塊みたいなものだけど、通過地点として使われてるの。メリディアについても何か聞けるかもな。その砦とやらはどれくらいですか？西にあるカージャの砦を通れば、その先にメリディアンが。そう、太陽の砦って場所。見捨てられた村の近くよ。見捨てられた村？今は名前すら忘れられた村よ、私の。最悪じゃないですか。何があった？戦よ。カージャの赤の動乱でやられたの。あの時私は15、他のみんなはやられちゃったわ。ノラは村を捨てて逃げたのよ、ここ母の頂へとね。戦いが終わった今でも谷に戻らずに、あそこはサントの中立地帯になってるのよ。そろそろ行くわ。そろそろ行く。わかった。気をつけて、アーロイ。探し物が見つかるといいわね。うん。光を凶暴化させている。じゃあね。見たことない。たくさん死んだ。俺たちも皆じきに死ぬんだ。あ、なんだ、汚れだっけ。汚れ地帯。ファストトラベルを使えば発見済みの集落や焚き火に素早く戻れる。うん、使えるようになったか。ああ、これか。ファストトラベルできねえぞ。え、これなんだ。汚れ地帯レベル5。まあ、あの砦を落としていけばいいのか。ああ、ここはファストトラベルできるね。まあ、これはあれしてないからか、発見してねえからか。まあ行きましょう。了解でござる。ならば方向はたとえ好奇心があっても勇者に逃れない。ちょっと G 邪魔です。まあ戻っていけばいいんだろう。あ、これ焚き火。日がおかしくなる。雪で霞む。え、もしかして今の焚き火はこれ違うよな。これだよな。骨のように白い不吉な考えだ。こっちか。あ、これか。140m。 ちょっと待って、いねえな。太陽の砦こっち。まあこっちにも砦あったよな。だが狩人の集会所、何かわからんが何かいるぞ。グレイザー、あの鶏みたいやつか。待て待て、隠れっとこどこだ。
まあ隠れなくても、そしたら上から行かせてもらいましょうか。あの機械、煙みたいに汚れが立ち上ってる。始末するか。汚れ地帯を浄化するには範囲内の何ちょっと待って、なんだこれ。まあ要するにあいつらを殺せば、ちょっと待って、イノシシちょうだい。見えん、暗くて見えん。これ作っとけ。とりあえず、あいつ、そして石ころにして、いけないか。ジャンプでいける？いけねえな。でも強引にいった。ジャンプでいけないっていうことわかったね。であれは何が弱点なんだろう。火か。なるほど。角も弱点。隠れるのはやめだ。あ、爆発した。爆発する。しないようじゃ。あ、なんか空気感変わったぞ。これで汚れがなくなったのか。この毒、金属を蝕んでるみたいな。これが機械を狂わせてるのか。いつか役に立つかも。まあね、セキロとか、まあそういうゴースト・オブ・ツシマもできたかな。まああれだったらこうジャンプしてバスッと暗殺もできたんですよね。距離が合っていればね。まあ今それをちょっとやってみたが、距離が足りないのか、それともできないのか。できた方が絶対かっこいいよね。でなんかいるか。ここにソートゥースいるぞ。ソートゥースじゃねえ、あれか、今のやつか。了解了解。追跡用に取っておこう。うん、まあとりあえず、まあ隠れてぶっさりと行きますか。やべえ、石投げちゃった。近い。虫か、うん、来たか。お、なんかいいものもらったぞ。おい、お前、次、貴様は汚れているのよ。くせえのよ。はっきり言って。はい、オイル交換の時間です。オイル交換失敗です。すいません。ああ、すいません。本当に。オイル交換は失敗に終わりました。死んでください。
この屍を乗り越えてこい。はいはい、もう2歩進んで、はい、はい、よしよし。そしたらあと1匹か。まあまああいつはもういいよ。500メートルもあるぞ。待って、ここなん、ああ汚れ地帯を浄化する2分の1になってるね。外れます。なんで今の外れたんだろう。うん、当たったと思ったんだが。あれはいるな。よし、あとちょっと待って、なんか見てる、こっち見てる。クオッチャなら問題ねえ。ドストライクよ。で、あれはブロードヘッドってなんだ。呼んでみよう。一人戻ってこい。バゲルイ。おい、おい、お前来い。お前来い。おい、虫かおい。ああ。お前はちょっと弓矢で倒せたらちょっと。あいつ弓矢でいけるな。弱点狙えばまあ散髪できるね。よーし、弓矢作っとかんとな。オッケー。まあまあ これはあのホライゾンはね、狩りするゲームがまあ40% ぐらいは占めてると思うからね。まあゆっくり狩りする機会もあってもいいんではないでしょう。ねえ、調子いいことばっかり言ってますけど。ちょっと待って、なんか来たぞ。あ、ちょっと待って、あれ乗れるぞ。乗れるぞ。今の三角ボタンあった今。乗れる、あれは乗れる。こいつだろうな。こいつ乗れるんだ。じゃあちょっと一発の操ってみっか。はい、ラブ注入です。どうですか私のラブは。ラブラブでしょ。はい、貴様、はい、貴様来て、はい、貴様。お前貴様、お前も来たのか。はい、貴様来て。なんか喧嘩してる。どっちが俺。
お前買ったのか。ちょっと待て、ちょっと待って、ちょうわ、外れたか。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。あれなんだ。ちょっと待って、なんかおたけび聞こえるの。よっちゃんか。これはいる。青色だ。まあウォッチャーの青色嬉しいのかどうかわからんが、よし、これなんだろう。紫色なんだろうこれ。鉄の花。お前は謎だらけの存在だな。あ、なんか集めるやつか。いらねえよ。あっちか。うわ、あの鹿さんがいっぱいいるね。どうした、何してんの、どこだよ。オーバーライドできるかも。どうして。お前こっち来いや。おい、死んじゃったのか。あれなんだ。何が起こってんだ。ソートゥースか。ソートゥースに怯えてんのか。え、ランスホーン。わからん。私を探してるんだ。まあ、助けてって言ったやつ死んじゃったのかな。いくらなんでもな、あんないっぱいに立ち向かっていけんよな。罠使えばいけるのか。何ですか。
さあ来い。後ろからいる。後ろに。嘘でしょ、何匹いるんだこれ。やべえ、何匹いるんだあれ。来い。あのわめいてたやつを助けるか。やべえ、死にかけたよ。薬作っとかんとな。とりあえずこう回復。まあまあまあ、これは個人的にまたやっておく。よし、そしたらあいつ助けてこよう。どっかここら辺にいたぞ。どこだ。あっちか。箱でちょっとな、袋になってんのかな。どっかここら辺で助けてくれって言ってたんだが、もう死んでるか思ったら、まあ生きてたというね。だが3日なん、まあしょうがねえ、3日んねえや。ソートゥース、ソートゥース2匹、こりゃあかん、こりゃ死ぬ、ぽっくりコロッといく。よし、まあ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 、あと残ってるのは、まあ汚れを、汚れた土地をね、浄化。もう一つ残ってるんだね。あーこれ、それにはまさかあのソートゥース倒さんといかんのか。それはちょっとな、厳しいな。おいおい、そうそう、冗談だよお前、それお前。アホかよ。よし、あそこか。スクラッパー、ウォッチャー。まあ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 。いけるかな。ヒリヒリする。ヒリヒリしてきた。薬ねえからな。あの村だ、マレアの言っていた。めちゃくちゃだ。もう時間もね、ちょっとね、迫ってきてるんですよ。どっから行けばいいんじゃ。
固まって行動してるね。まあ、ここでおびき寄せましょう。あれはウォッチャーか。ウォッチャー程度なら、まあ長弓で、よし、あれ晴れたぞ。2匹じゃないよな、あれだもんね。ウォッチャーなら目狙えっけど、あいつは一発じゃ無理だからね。まあでも行くか。強力だしね。したか、汚れたウォッチャーども。あかん、回復ねえから、回復ねえから死ぬわこれ。どうしてどうして、これでカージャの砦を抜けられるといいんだけど。ちょっと回復作ろう。作れねえのか。了解。まだいんのかな。いないよな。死にかけてますけど。OK。はい。それでは、死にかけてますけど、今回は、ちょっとここまでにしときます。では、また次回、来てるわ。お会いしましょう。またね。